脚本を手掛けた野島伸司による先の読めない展開が話題を呼んでいる飯豊まりえ主演ドラマ、何曜日に生まれたの。最終回に向けてキーパーソンとなりそうなのが、第6話のラストに登場した、阿笠こと、高文、溝端淳平の妹、つぼみだ。飯豊まりえは、自身と同じ引きこもり状態のつぼみを助けるため、彼女との面会を試みようとするが、阿笠、つぼみを演じているのは、白石聖。2023年は主演を務めた、とりあえず乾杯しませんか？テレビ東京系や、合理的にありえない探偵、上水流涼子の改名、カンテレフジテレビ系にレギュラー出演し、10月からは、魚見愛を演じる、フェルマーの料理、TBS 系も待機するなど、出演作が絶えない白石に、途中からの参加となった元作での経験をはじめ、自身の学生時代や撮影現場でのコミュニケーションの取り方などについて話を聞いた。インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり、演じる時に大切にしているのは、役にとってのコンプレックスを探すこと、何曜日に生まれたのには途中からの参加となりました。出演が決まった時の心境を教えてください。白石聖、以下、白石、とても難しい役をいただいたなと思いました。ですが、野島、伸司さんの作品ですし、その世界観に入ってみたいなと思っていたので、喜んで参加させていただこうと。前の現場でご一緒したスタッフさんだったり、過去にご一緒したことがあるスタッフさんが何人かいらっしゃったので、ご縁も感じました。作品自体にはどのような印象を受けましたか？白石、ミステリーでもあるし、ファミリードラマでもあるし、ラブストーリーでもある、いろんな顔を持った作品だなと思いました。登場人物一人一人の目線で描かれているところも含めて、いろんな見方、いろんな受け取り方ができるドラマだなと。まさに、ジャンルレスなドラマですよね。そんな作品に途中から参加するのはなかなかハードルが高そうです。白石、普段ゲスト出演させていただくときは、ちょっとアウェイな感じがするのですが、今回は知っている方がいらっしゃったおかげもあり、安心して現場に入ることができました。事前に飯豊まりえさんとの本読みや、監督ともお話しする時間があったので、そこまで気負うことなく臨めた気がします。辛い飯豊まりえさんとは初共演ですか？白石、私がこのお仕事を始めて間もないタイミングで出演した映画、今日のキラ君でご一緒しているんです。その時は飯豊さんがヒロインで、私は教室の中にいるクラスメイトの役だったので、共演したと言えるほどではないのですが、そこに関してもご縁かなと思っていて、飯豊さんは年が近いのですが、雰囲気が柔らかくて、とてもお話もしやすい。ドラマの中では、飯豊さん演じるスイちゃんが、阿笠がつぼみに戻る一歩を踏み出すきっかけをくれるという関係性でもあって、実際に演じていても、飯豊さんが持っている吸引力によって、心を動かされる感じがありました。阿笠、つぼみを演じる上で、何か意識されたことがあれば教えてください。白石、監督と話したのは、とがき通りに演じてしまうと、ただぼーっとしているだけに見えてしまうので、心の機微をどう表現するか、ということでした。その繊細な心の機微をどこまでわかりやすく見せるのか、そのあたりのすり合わせを行いました。セリフがほとんどないですもんね。白石、そうなんです。なので、表情には出なくても、指先の動きには出るのかな、などを考えながら演じていました。あとは、ウィッグという精神安定剤があるおかげで自分自身を抑えている設定なので、瞬きをなるべくしないようにだったり、目線だったり、細かい仕草は意識しました。つぼみは10年くらい時が止まっていて、心の中は中学生の女の子なので、いろんなことが抑えられてしまっているんですよね。本当は友達が欲しいし、いろんなことにも好奇心があるはずで。そんなつぼみが、スイちゃんの力によって自分を取り戻していく。そういうことを考えながら演じていました。この作品に限らず、お芝居するときに何か大切にしていることやポリシーがあれば教えてください。白石、演じる役にとってのコンプレックスを探すようにしています。それがそのキャラクターの可愛らしさにつながると思っていて。阿笠、つぼみで言うと何になるんでしょう？白石、それで言うととても難しいのですが、彼女の場合は過去、すべてですね。ああいう過去がなければつぼみも普通の等身大の女の子だったと思うので、スイちゃんとのやりとりの中で、ちょっとでも彼女の本来の姿が見えたら、魅力的に映るのかなと考えていました。撮影現場でのいかたみかと思う、
ちなみに、白石さんはどういう学生生活を送っていましたか？白石、中学生の頃は吹奏楽部に入っていたのですが、学校はあまり好きではありませんでした。笑い。高校生になってから、学校楽しいかもと思うようになりました。どういう理由で好きじゃなかったんですか？白石、今思うと、中学生って多感な時期なので、それまで知っていた友達がいきなり思春期っぽくなったり、自分とは合わないなと思うようになってしまって、高校生になってからは、みんな自分で決めた道を進んでいくようになったので、そういう感情がなくなって、楽しいと思えるようになったんだと思います。学生時代の友達とは今もつながりがあったり、白石、つながりは全然ありますね。むしろ、地元の友達の方が断然多くて、逆に仕事関係で知り合った友達があまりないんです。そうなんですね。それは意外です。白石、もちろん仲の良い人はいるんですけど、コロナ禍になってからは特に、人に連絡先を聞いたりするのも気を使うようになってしまったところがあって、自分から話しかけに行ったりするタイプではない。白石、誰とでも打ち解けて、みんなと友達になれます。というタイプではないんです。だからといって、話しかけようかな、どうしようかな、みたいなタイプでもなくて、スンとした感じで現場にいるので、話しかけたらいけないオーラみたいなものが出てしまっているのかもしれません。笑い。実際に話してみると、こんな喋るタイプだと思ってなかったと言っていただくことも多くて、最近は自分の現場の言い方はそれでいいのか、という葛藤が生まれ始めています。諸先輩方にそういう話をすると、仕事しに行ってるんだからそれで大丈夫だよと言ってもらえて、すごく楽になることもあって。なので、変えた方がいいのかなとは思いつつも、まだこのままでもいいかと自分自身を感化している最中です。笑い。なるほど、笑い。とはいえ、白石さんはドラマなどで主演を務めることも多いですよね。主演という立場だと、現場の空気づくりのために共演者の方に話しかけたりすることも必要になってくるのかなと思ったりします。白石、それがほとんどできていなくて、笑い。でも、話したくないわけでは全くないんです。お話しすることは好きだし、喋ることもとても好きなんですけど、作品や役柄によるかもしれません。直近の作品だと、とりあえず乾杯しませんか？は女性3人の友情物語だったので、みんなでコミュニケーションをとって打ち解けられていたと思います。だから友達の役とかだととても話せるのかもしれません。確かに作品のテイストだったり演じる役の関係性だったりは大きいかもしれませんね。白石、それで言うと今回の何曜日に生まれたのは役柄的にはみんなで話したりという感じではありませんでしたが、お兄ちゃん役の溝端淳平さんは話しやすくてとても頼れる存在でしたし、飯出さんとも会話を通してすいとつぼみの関係性を築いていけたと思うので、とてもいい現場でした。皆さんとても温かくて居心地が良かったです。